ようございます。と今ここはこっちに行ったら沖久山の方に行く登山口になります。ここに沖久松って書いてます。で今日はここの反対方向で、ここに車止めさせて、ここの空いてるスペースに止めて反対方向に向かって進んでいきます。で今日は笠山に登ろうかなと思ってるんですけど、もう本当に1ヶ月ぶりなのでめちゃくちゃ久しぶりに山に登ります。ヒロ君がコロナでコロナに感染、1月2日に感染しまして、そこからずっと後遺症がひどくて長引いてたんですけど、やっと治ってくれたので、で久しぶりということでできるだけ距離が短くって、それでいて楽しくって綺麗な山っていうことで、今回は大阪府泉南市の笠山に登りに行こうと思います。それでは行ってきます。すごい久しぶり、うん。うん、あ、そうそう、なんかお地蔵さんの井戸がある、うん、カエルって読むんかな、なんやろな、カエルの谷地蔵尊、地蔵尊って書いてるところを上登っていきます、うん、ここまでさっき の車止めてるところからは5分ぐらいかな、ちゃう、うん、これカエルかな、読み方 なんやろ、カエルの谷地蔵尊、そんな字やな、うん、本当に今回は、いやコロナってね、今のコロナは割と軽症やでっていう風に聞いてたんですけど、実際は後遺症が結構もう咳が続くのと、そうそう、ほんでやっぱり今自宅療養になってるから、家族もすごく大変で、もう感染しないように家の中でもマスクと消毒、食事別々、寝室別々とか、ヒロ君が歩くところ全部消毒して回ってました。なので私は感染してないんですけど、なんか大変やったな。山に登られへんしな。うん。やっとこれ。だいぶ弱ってる。うん、ヒロ君の筋力が弱ってる。だいぶ体力落ちてるかなと思って、今日は距離が短いところ選びました。で、ここは標高が、175メートルのお山なんですけど、すごい可愛らしいお山で、でもちょっと上の方すごく景色がいいので、今日は楽しみに登っていきたいと思います。そうこう言ってるうちにもう見えてきた。あれ仮設トイレちゃう？お前、あら嘘、仮設トイレあるやんか、仮設トイレがあります。使えるんかな、うん、あ使える、綺麗は、あなんか綺麗なおトイレです、うんうん、地蔵尊はこの建物の中やって、多分この上だと思うんですけど、周りにもいっぱいお地蔵さんが入っていいんかな、入っていいの、なんか閉まってる感じやから、うん、なんかここの建物の隣にも、階段あるな、道ある、そやな、この上はなんかあそこの上に階段があるんですけどすごい気になれへん、気になるな、ちょっと覗きに行こうか、うわ結構綺麗な池やで、うん、
うわ、めっちゃ雪や。めっちゃ雪降ってます。めっちゃ雪や。これ、最悪。今日こんな、あれ、天気予報こんなちゃうかったのにな。灯籠の、こっから登ってみます。めっちゃ雪や。ここ本当はすごい綺麗な景色が見れるんですけど、この雪で曇ってるから何も見えない。これでも岩んとこあるからちょっと危ないな、滑ったら。ここに笠山 A って書いてます。笠山登山コース、え、15分って書いてるで。嘘やろ、短いな。15分で着くの？マジラッキー。嬉しい。雪がなかったらずーっともう岩の道になってるんですけど、雪でちょっと分かりにくくて、ちょっと滑らん、これめっちゃ怖い。まあ濡れてるのもあるからちょっと気つけていかなあかんわ。つけたいと思います。チェーンスパイク完了。意外とここがな、怖かったよ。まあな。チェーンスパイクなんかちょっと怖いよ。まあ滑りそうやからな、これなんか。あ、ここもこう見たら本当はめちゃくちゃ綺麗な予定やったんですけど、雪で。めっちゃ雪。今私たちが立ってるこの場所もあの全部岩になってます、本当は。ああ、そうやな。岩山やのに、うん、すごいな、雪が。こんなに綺麗。開けた。おお、あ、めっちゃ綺麗。うんうん。すごい。綺麗綺麗。な、あれが笠山かな。あ、そうじゃん、前の。うん。うん、きっと笠山。まっすぐと、ほんまやな、2つ道があるんですけど、こっちにリボンついてんねん。ああ、でもどっちやろ。
あ、着いた。城山さんかな。うん、立派な。うん、そうやな。もうこの辺。あ、あれ、あれちゃう？笠山って入ってんのちゃう？175.5m。笠山175.5m です。すごいなんか標高低めなんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗なお山です。今日ちょっと、ね、あの残念ながら曇ってますが。でも向こうが景色も。こっちも綺麗、うん。この先に行ったらなんかすごい綺麗な海が見える。さっきのあの 岩のところが綺麗やったもんな。そうやな。ここする？うん。ここやったらなんかちょっと景色も見えるし。うん。ここでいいか。うん。そしたらあのここで休憩します。今日ははいポテトチップスカルビーのポテトチップス柚子胡椒味の厚切りで洋行って書いてこれねあのちゃんこずパワーさんのユーニャンとアンニャンに。めっちゃ嬉しい。美味しそう。開けよう。ヤオコ。ヤオコ。何ですか？このスーパーよ。ヤオコ。こっちもないよ。うん、ギザギザポテト。はい。いただきます。うん、めっちゃ柚子。めっちゃめちゃ柚子胡椒です、これ。うん、あ、すごいすごい。美味しい。美味しい。めっちゃ柚子胡椒の香り。うん。美味しいな。うん。で、なんかこれね、元祖しっとりソースせんべい。秘伝のソースって書いて、これすごい美味しいなと思って買ってきました。どう？これこのまま裸に入ってたわ。なんかこんな、うん、はい、いただきます。しっとりしてる、うんうんうん、めっちゃしっとりしてます。おいしい。なんかヒロくんがコロナになったのでこの厄除けのおまんじゅう売ってたんで厄除けまんじゅう買ってきました。ほら祈願って書いたんですごい厄除けまんじゅう。乾燥剤入ってるわ。なんかこんな、うん、白と黒のおまんじゅう、白い方、はい、黒い方、いただきます。あーパン粉ぐっすりヒロくんに厄除けのおまんじゅうさっき白食べてたんでちょっと黒い方を食べてちょっと厄を払ってもらいたいと思います。うん、美味しいなこれな、うん、休憩終わったので今から下山するんですけど食べてる間に雪も止んでなんかちょっと晴れてきて向こう側は景色が綺麗に見えてきました。反対側はまだ曇ってるんですけど、うんうん、で下山は周回で帰ります。なので登ってきた方と反対の方に、うん、綺麗。よいしょ。なんかあの上にあった城山神社さんのこっちの道が参拝道みたいです。参拝道。うん、参拝道。うん、だからあそこにあの赤い鳥居が見えてきました。あ、ほんまや。なあ、ここは入る時じゃなくてもうあの入ってしまった後やから、うん、一回出て、うん、ここで ありがとうございました。あれ、階段や。おー、寒っ。風出てきた、寒い。で、高架下通って。ここ登るみたいな。種川神社。なんて読むやろ。種川神社かな。種川。この上行くの？うん。あ、そうなん。まっすぐちゃうねや。まっすぐかなと思った。まあ行けるんかもしれんけど、まあ一応。
うん、あ、そうやな、ここで道路に出た。道路に出て笠山、笠山、あ、これ公園や、ベンチある。あ、ほんまや、うん、まあ、ここでもう町に出たから、うん、こっちや、ま、こっちやこっちか、うん、まだしばらく歩いて先止めた車のところまで戻ります、うん、うんうん、石田に登っていったカエルの、読み方合ってるかわからないんですけど、カエルの谷地蔵村の登山口のところ戻ってきました。だからこっからあとちょっとだけ歩いて駐車場、うん、早かったな今日は。はい、9時43分です。周回してきて、うん、車止めてるとこまで戻ってきました。戻ってきました、うん、今日はものすごくリハビリ登山というか病み上がりで登山で、あとここはワンちゃんを連れて登ったり、あとお子さんと一緒に登ったりするのにもすごくいいお山でした。楽しかったな。そうやな、うん、楽しかったです。はい、ではゴールです。